キックボクシング界の主要3団体ライズ、ビッグバン、レベルスが日本から世界を視野に入れ、立ち技格闘技界の名手となるべく新たな格闘技大会ブレイドを立ち上げた。記念すべき第1回大会ブレイド1が12月29日大田区総合体育館で開催が決定。本当に強い選手は誰なのか、そのコンセプトを掲げ発足したブレイド。ブレイド1ではキック界トップ選手によるスーパーファイトが実現。強豪選手が続々と参戦を表明した。第3代ライズスーパーライト級王者、初代ライズライト級王者勇気。あの前回のライズで65キロのチャンピオンになれて、でこういう形で、まあ、チャンピオン同士の戦いに選んでいただいて、やっぱ責任感もあるんですけども、やっぱ嬉しい気持ちは大きいですね、はい、やっぱその大きな責任はありますよね、うん、で今までその結構チャンピオンベルトを取って次の試合で結構負けてたんで、やっぱ今回はあの自分の成長のためにもしっかりこの一戦は取りたいなと思ってます、はい、やっぱ年末ね、みんながというか世の中がほとんど休むという時に僕たちはやっぱ戦わなきゃいけないんで、そういう意味でもそのなんていうんですかね、僕は年末に戦うっていうのが結構やってみたかったんで、どういう感覚かっていうのも、味わいたいし、自分の成長のためにもね、この大きな舞台でしっかり輝けるように頑張りたいなと思ってます、はい、そうですね、僕はもうとにかくローキックが一番の武器なので、それを持って、しっかり相手にぶつけていきたいなと思いますし、やっぱりそのお客さんが見たいのは KO だと思いますので、そして相手をそのローキックで詰めて、痛がらせて、その上で KO を勝ちをしたいと思っています。そうですね、若くて非常にアグレッシブなファイトだと思ってますし、彼はね、もっと若い頃から、まあ、一緒に K1 に出たり、してましたし、なかなか戦う機会がなかったので、楽しみですね、はい、今乗りに乗ってるファイターじゃないですかね、うん、やっぱりさっきも言ったんですけど、みんなね期待してるのはバチバチに殴り合うとか蹴り合う、ファイターだと思うんで、やっぱそれをしっかりとライズ対ビッグバン体現できるようにね、そういうのをテーマにしていきたいと思いますね、はい、やっぱり多くの人にねキックボクシングっていう素晴らしさを、スポーツの素晴らしさを伝えていく一つのコンテンツになればいいと思ってますし、そのためにはやっぱファイター一人一人の意思が、まあ、自己中では絶対いけないと思うんですね。自己満足で戦っているファイターが一人でもいたらおそらく広まっていかないんで、やっぱりプロの集団として、まあ、さっきね、テレビの人もおっしゃってましたけども、勝つときはガツッと勝って、負けるときはもう素晴らしい負けっぷりで、負けてもお客さんは分かってくれると思うんで、うん、そういう、ね、大会にしたいと思いますね、はい。今回はビッグバン、谷山選手、チャンピオン谷山選手との戦いというふうになりますけども、まあ、ライズの代表として、しっかりとKO を狙って、ビッグバンには負けない、ファイトを見せたいと思います。よろしくお願いします。格闘技界に新たな息吹をもたらすブレイド1、 CS 放送スカイ A では試合開始から終了まで完全生中継、リングの熱い戦いを余すことなくお届けします。